どうもタブヤンです。今回は日物アーケードクラシックス、スーパーファミコンのソフトをプレイしたいと思います。アーケードゲームがね3本入っております。早速1本目いきましょう。ムーンクレスタ、シューティングゲームですね。思いっきり漢字で書いてますね。日本物産株式会社、トリップトゥーザースペースウォームーンクレスタ。月なのかな、月に向かうんでしょうか。おう、なんか団子3兄弟みたいな3機いましたけど、おっと、レトロなアーケードシューティング全然当たらない。え、おっと、全然連射できない。1連射ですよ。あー、やられました。なんか置いていかれるんだよね。あの下の土台は何なんでしょうね。あ、なんか強くなってる。え、2号機なのかなこれ。2って書いてあるよね。あ、なるほど。1機死んだら1号機は死んでしまったけど、2号機がしょうがないなみたいな。同時に戦いたいよね。こっち2号機は2発弾撃てるんですね。なるほど。なんか先方時報みたいな感じなのかな。弟分がやられたから2号機が出るみたいな。おお、こっちの方が強いね、2号機の方が。いや、1号機でももうちょっと頑張りたかったね。オッケー、強い。ドッキングせよ。どういうこと。ドッキングタイム30秒、レバーとボタンでドッキングせよ。あー、オッケー、ライトオン。なんかすごいね、感性の効いた。あー、何これ、ドッキングしたからあの連射ができる。2連射までですけどね。いいね、強い。おー、びっくりした。おー、びっくりした。めっちゃ速いやんこれ。あー、絶対やられるやんこれ。どういうこと。あ、もう3号機のみで戦うってことか。うわー、めっちゃ出てきたー。これ連射できないですよ、ドッキングしてないからね。うわ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 、いきなり反射神経求められるねこれ。これね、狙い、おお、間通るか。オッケー。これね、連射できないんで、あの、狙い撃ちした方がいいね。一発ずつ。で、ちょうど間通るか。ちょっと目が慣れてきましたよ。ファーアウト。クリアかな?あ、もうでも、なんでちょっと前に出るんでしょうね。あ!もうクリア?これで、なんかループしたよね、一面に。オッケー、クリアしたんじゃない?アーケードゲームだとずーっとやり続けるんでしょうね。ほら。これ面、全面クリアしたんじゃない?これもう1号機と2号機はもう、あれなのかな?復活しないのかな?でもなんか画期的ですよね、ある意味。そのずっと同じ、ね、マシンで戦うんじゃなくて1、2、3号機があるっていうのはね。おお、すげえ、見ました。今一発の弾で発射で2発倒しましたよ。いける、これずっとやれるんじゃない。最後の最初の1号機がね、おお、これ登場したところですぐやっつけるというね。おお、いいね、3号機強い。おお、来た来たよ、反射神経。これも慣れましたよ。多分ね、ワールドスタジアムの野球で反射神経が養われたんでしょうね。最近ずっと野球やってたからな。もうね、この動画撮るときはね、ワールドスタジアム5終わってるんですよね。
よしよし、対応できてる。これね、弾をね、おお、ファーアウト。もうクリア？ 2 周目クリア？いいんじゃない？これ、最後、行けるとこまで行こう。お、3周目。いいね。でもね、これゲームセンターとかでやると、緊張してね、実力発揮できないタイプですからね、私。お金がいくらあっても足りないというね。いやー、自宅でできるのはいいよね、このアーケードクラシックス。当時はプレイしてないけど、スーパーファミコンでできるんですからね。いや、これ安定期に入ったよ。あー、そんなこと言うからということで、何これ、あ、名前入れるのね、OK。はい、入れときました。ナンバーワン。ありがとう。さあ、2本目のソフトいきましょう。クレイジークライマー。こちらはね、あのビルを登っていくゲームですよね。ファミコンでもあったよね。操作がすごい難しいんですよね。さあ、今回のゲームはどういう操作の方法になるのか。あれ？あれ？わからん！何これ？操作方法わからん。あ、わかったわかった。え？上で手を上に伸ばして、あ、こうですよ。上下。左手しか使ってないけど。どういうことこれ。あ、これまた痛恨使うのかな。違う？痛恨使う感じだね。ちょっとポーズ。ファミコンとね、操作方法同じなんだ。多分ね、痛恨の上下も使うんだね。あー、ゲームオーバー。もう一回行こう。オプションってありますね。オプション、クライマー。あ、クライマーの数増やせれる。ちょっと増やしましょう。オリジナル、あ、アレンジ。コントロール、ノーマル。A が、ワンプレイかけるプー、コントロール A。B、ワンプレイかける C。何これ？わからんなー。とりあえずアレンジでいってみましょうか。おお、なんかタイトル画面も変わった。あー、なんか T シャツになってる。え、左手でしょ。で、あれ、痛恨使わないの。わからんな、どういうこと。あ、いけた。なんか今左手動いたね。え、ワンコンだけでいけるんか。あれー、あー、ちょっとやめてやめて。じれ、あ、あー、止ま、あー、あー、手が、あ、今いけたよね。今いけたよね。あらー、ちょっと操作を教えて。これ多分あれ、ワンコンだけでいけるんだ。ツーコン関係ないんだ。ツーコンさしたんですけどね。何回死ぬね。違う違う。ABXYXXYXXYXY。 あー、そうか、上を押してないといけないんだ。なんか落とすんかい。やばいやばい。あー、もう扉が、窓が閉まるともうダメだから。あー、速攻死亡。
こっちに行くのはどうするの、あやめて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 、よし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 、あまた来た、もうずるいわ、あゲームオーバー、くっさー、多分痛恨使わなくてもいけるっていうのが分かったんですけど、こうまず上下だけでねいけるとこまで行こう、あちょ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 あれー、まず操作マニュアルが欲しい操作あれもう動かないもう動かない、くあああやめてやめて、よしあやめて、左手一本で登っていく、よしいけた、うーちょよし、いけた、左手一本で、あーこっち行きたい、よしよし行った、あーやめてこっち行きたい、うわーちょこっち行きたい、よーしよーし、左手一本で、こっちこっち左行こう、よし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 、いいよいいよ、一面クリアしたい、窓が閉まっちゃったよー、開けてー、よしよし、こっから狭くなる、こっから狭く、あああた、何回当たった気がするけど、よし、あー右手が当たった、よしチャンスですよチャンス、やつが顔を出す前にいける、あーちょっと詰まった、あーちょっと、うーうーうー、こっち左左に行きたいんだ、危ない、あーしまってしまった、ラスト何機ちょっとわからないけど、チャンス、スタートダッシュスタートダッシュスタートダッシュ、あーなんか来たぞー、あーやばい、よしまた来たまた来た、よし、チャンス、チャンス、いける、これは行きたい、よし、上、下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 、うお、ちょ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 、やめて、やめて、よし、上、下、あー、ちょ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 、左行きたい、左に、あー、持てない、持てない、いや、ちょ、よし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 、いけた、閉まっちゃったぞ閉まっちゃったぞ、よし開いて開いて窓開いて、よしよし、え、めっちゃ遠い、一面難しくない、ちょっとあーしんど、よしよし、え、まだなのゴール、あー避けろ、よーし避けた、いやー避けろ避けろ避けろ、よーし避けろ、よし一人で興奮してる、こっち行こうかこっち行こうか、あれ止まった止まっちゃった止まっちゃった、うそ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 う、あーぶや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 、よしよし行けるよし行ける、窓開け窓閉まる前に、よし、あ右右、よし戻れ、よし操作慣れてきたよ、ちょっとめっちゃでかいビルだねこれ、あ、ちょっと手がずれた。操作難しいし、もう。なんだ、何の音楽だ？うお、なんかボスみたいなの出てきたよ。うう、今だ、行け！無視無視無視！無視！あー！ゴリラにやられたー！怖い、よしもうゴリラ通過したか、なんか UFO 飛んでるのが気になるけどな、まだゴール、一面が長すぎる、よし危ない危ない危ない、窓早く早く早く、ゲームオーバーかめっちゃむずい。
さあまたゴリラのとこまで戻ってきましたよ。よく見るとあの右側にね、一気に行け、ゴリラかわせ、ゴリラかわせ、あーゴリラはかわせないのか。よく見ると右側にね現在の位置がありますよね。もうちょっとだよな、半分以上は行ってるし、さっきゴール近くまで行ったんだよね。これもうラスト1機ぐらいかな。あー危ない、危ない、よし行ける、行け行け、あやばいやばいやばい、どうだ、よしかわした、危ない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 、さあまたゴリラの上来ましたよ。ここから勝負ですよ、ラスト。あーもう避けれないよ絶対、窓も塞いだるし、もう無理、またラスト一気。さあチャンスが来たか、危ない危ない、急げ、あやばい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 、ということでクレイジークライマー何度やってもクリアできません、難しいね。いやでもね、操作性はファミコンよりも改善されてると思うんですよね。痛恨使わなくてもいいからね。いやー難しかったです。次のゲーム行きましょう。さあ日物アーケードクラシックス最後の3本目はこちら、フリスキートム。いや全くやったこと、プレイしたことないですね。1981年、だいぶ古いよね。ファミコンの発売がね、ファミコン本体発売が1983年ですからね。アーケードゲームの全盛期なんでしょうか。やってみましょう。ランク Z どういうこと、え、ランク Z ってどういうことだろう。ん、何これ、え、目的がわからん。負けちゃった、え、フリスキートム、え、どういうこと、目的なんなんだこれ、わからん、目的を教えてくれどうしたら勝ちなんだこれは、え、あ、ここなんか修理した方がいいんじゃない、どういうことな、フリスキートム、説明書欲しいな。あ、あそこなんか壊しちゃったでしょ、あれを修理しに行けばいいのかな、なんか壊れたところをね。多分そうかもね。これ、あーあーあーあああ。これでちょっとこ近づいてきたよ。これ修理。あ、オッケー。修理できた。でどうすればいいんだ。どうすればいいんだ。あー、なんか途切れたよまた。え？ボーナスポイント1600、ラッキー。ランク Y、 あ、これあれかな、ランク A が一番難しいのかな。でなんかこれ配管工なのかな、トムかなんかはね、
で、このなんかネズミとか、その、ネズミかなこれね。あー、また壊した。ダメでしょ。で、あの壊したところを修理しに行けばいいんだよね。配管工のトムが。よしよし、直しに行くぞ。あ、ここ、ちぎれてるじゃん、ここ。どうすればいいのこれ。あ、いけるんだ。あー、ネズミに邪魔されたうっそ、どうやって行けばいいんだろう。めっちゃ遠いやん。あ、こっちから行っても無理じゃん。これ左に行けるのか。あ、行ける。修理修理。え、どうやって修理すればいいのこれ。なんか道具かなんかいるのか。あー、修理の仕方がわからん。フリスキートム。フリスキーってどういう意味なんだろうねあ、なんかかじってる。こら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 、この敵、あ、敵避けた方がいいのかな。トムなんか害虫触っても別に倒せると思うんだけどな。これ当たらない方がいいのかな、害虫たちに。かわしつつの修理。ここ修理修理。修理して、トムちゃん、トムちゃん、 A ボタン連打。修理修理。ここ到着。ダメじゃんこれ、修理できないじゃん。どうすんのこれ。あ、水なくなった。もうダメじゃん。ボーナスポイント200。多分バッドエンドだったんでしょうね今ランク Y。 この水をここにね、しっかりこう、はい、届ければいいんじゃないのかな。こいつら、あ、何？こいつらを邪魔すればいいのか。こいつら、こう、そうこうね、なんか悪さしないように、そうそう、こう逆に捕まえるっていう。あー、なんか悪さした。そうか、もう壊れたものは、あの、あー、何してんの。水の配給がここだ。あれだね、なんか画期的なゲームといえばそうだよね。あの、普通ね、敵から逃げるゲームが多い中敵を捕まえるというね。ね、鬼ごっこで、あ、ボーナスポイント1600。なるほどなるほど。なるべく敵に触るっていうね、鬼ごっこの鬼になった気分だよね。いや、新しいねこのゲームこいつらを捕まえればいいんでしょ。ほりほり、ほらほらほら。あ、ただなんか紫のやつは、あの、道連れになっちゃうんだ、逆にね。逆にってだからちょっと強いんだね。ほら、こいつ紫じゃないやつは触れば倒せるけど、こいつは触ると道連れになるんだよね。でも倒した方がいいよね、こいつ。あれ？オッケー、こいつ道連れにして。あー、かじってるやつおる。あ、もうダメ？おー、6050点。ゲームオーバー。なるほどねー。いやー、なかなか、よくできたゲームじゃないでしょうかね。良作じゃないかな。フリスキートム。クレイジークライマーよりは、よっぽどなんか分かりやすいゲームでしたね。はい。ということで、以上、3本で日物アーケードクラシックスでした。
アーケードゲームはね、あんまり経験がないんでね、斬新でした。それでは次のレトロアーケードゲームでまたお会いしましょう。さよなら。日物さんでした。